った橋爪さんに橋本さん言ったら、えらい怒られましたわ。橋爪でしょって。ややこしい名前。久しぶりの山田組ですけども。ああ意気込みが。いや意気込みも本当声かかるだけでも嬉しいですよね。ああ今回喜劇ということで。で喜劇って全然もう僕普段もう普通こんなんですよ大体。だから喜劇とかじゃない。まあ、肖像は出てるわけでしょ。ああどうなんでしょうねこれ。今日関東の言葉でやるからね。あかんかん標準語今山田監督標準語でって言ってました。もうそんなん無理や。そんなん無理や。標準語あーちゃいちゃいちゃいるんですよね。ちゃんとほら台本書いてあるじゃないですか。ちゃんとよく覚えたよ。みんなお前見てくれ台本全部直したからこれ。なんで直しちゃったんですかこれ。元だからほらまだぼんやりしておられるけどってほら言ってみて。まだぼんやりしておられるけど。まだぼんやりしておられるけど。いやもうその関西ですもん。ダメですよ。おられるけど。いやもうそんなのおかしいやんか。よかった。もうあかん。俺もうおかしい。触覚切られたみたいなのはちゃんと覚えてんのに。橋本さん。おはようございます。おはようございます。教授です。いやもうまだ決まったよ。いや我らの全員一致です。おかしいでしょって関西にやったら。関西から赴任してきた医者なんで俺全部変えたもん。よかったです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 。喋れますやん標準語なんぼでも。よかったです。いやもうそれ関西ですよ。もう向こう行ってくれ。これどれがどうや分かれ長なるでこれ。そんならただあの東京家族になんで俺が入ってなかったかですよね。東京家族で不覚にもラスト泣いてしまったんですよ。蒼井優のことを知っているくせに号泣したというね。情けない。まあしかし今回は、家族はつらいよね。参加できただけでも嬉しいですね。